さあ、ここで大勝利ですね。お客様にお越しください。交通機関も今日1時スタートなのかな、ですので今ちょうど12時ちょうどだ。ですからね、もうちょうど京セラドームに向かっていく人でもう揃ったっぽいです。オリンピックごとで皆さん見ましたね、結構寝てましたね。でここは名古屋の市営地下鉄みたいに高所線の方向かって、乗り場は全部こっちになってるんですね。奥に引き込み線があるのかな、シャッパーっていう感じです。なるほどね。大正アイラー山形、大正アイラーなかなかあれやな。まあ、結構怖いかってあるんですね。こんな感じか、ダウステージに行くのか。なるほどな。はぁはぁはぁ、最新があってですね。なるほどね。はぁ、見つけないですけどね。よっしゃ、さあ、こっちは先まで打って変わって海側のはずですからね。最初アイランドって感じぐらい、多分埋め立て機のあれになってるのかな、東風は。よし、もういいや、寝干しになっている。大丈夫かな、これ。はい。どうしたか、マジさん。お出かけファイバー。こういうのを見ていくのはいいですよね。だからうちのところはまともな観光的なものをやると全く伸びないというね、ジンクスありますからね。観光感出るですもんね、今日もあるのよ。よいしょ。で、バスは結構出てますね。1、2、3、1、3、4、6。2番で入り口から出たらいい感じなのかな。まあ一枚ちょっとまあグラッと見てみますか。対象ポストオフィスとかはあるけど、あ、でも商店街とかちょっとあるみたいですね。幹線商店街、1番から出た方なんかいろいろある感じかな。じゃあ1番から出るか。なんでミスド？サイバーセキュリティですから。いや、なんでミスド？出ないのかな。大阪って絶対
ブルボンの自販機あるよな、だいたい主要駅って。なんでなんだろうな。あと好きなのがセブンティーンとかあるけど、環状線、あと環状線の路地も近いんだよな。基本駅に入っとる売店がローソンなのに、ATM はセブン銀行なんよね。次はね。上に上がったら、あ、そこはもう環状線が走ってんだ。大阪環状線は大正橋駅や。結構もう目の前にあるんですよね。あ、いや、最初よりいいんか。いろいろあるじゃん。